お疲れちゃんです。ラットです。ってことでね、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちらの、リゴレスケラを使っていこうと思います。ということで、リゴレがね、加工されたのはされたんですけど、めっちゃね、弱くなったっていうわけではなくて、盾としてはね、スケラ打つ、竹取りの盾としては、十分ね、活躍してくれるっていうので、こちらのね、エリゴレスケラを、今日やっていきたいと思います。で、ケンツもね、多分上げてたと思うんですけど、エリゴレスケラ。形がね、また違って、多分ケンツのは、ファルチが入ってて、僕のはね、逆にファルチの枠がマスケットになってて、中身もね、ちょっと違った形になってるんですけど、強いね。スケラが、強いと言いますか、ファルチがね、やっぱ増えてきておりまして、ファルチェに対してエリゴレはめちゃくちゃいいわけではないんですけど、ファルチェって5コス割いてしまって、範囲がね、やっぱその狭くなったっていうので、スケラの防衛にはね、そこまで優秀ではないっていうのがありますね。よいしょ、ここちょっとエリゴレで竹取ってあげて、この昨年のコウモリでスケラじゃなくてベビドラを溶かしたいんですけども、というところで早速ファルチ来ましたね。これ雪玉で、遅延効果かけて、この間にね、スケラに生まれたスケルトンで、ファルチを処理したかったんですけど、ね、ちょっと残っちゃってますけど、ダメージ的には、いいんじゃないかなと、思います。で、昨日ね、久しぶりに リーグ中とかも、やっぱ他のチームと会うこととかあんまないので、久しぶりにね、昨日、ケンツと会って、ドズルさんとコラボ動画とかもね、撮らさせていただいて、その動画もね、多分、近々上がるんですけど、よいしょ。その時にね、ケンツにエリゴレスケラをめっちゃ使われたんですよね。もうなんか、とりあえずフレバトをやるみたいなところで、なんかエリゴレスケラ使われて、もうボッコボコにされたんですよ、マジで。え?っていうぐらい、強すぎじゃね?っていうぐらいね、本当にボコボコにされて、それとはまたね、違うんですけど、それもエリゴレ、またエリゴレスケラっていうのでね、今回ちょっとエリゴレスケラを、使ってるんですけど、よいしょ。こう一旦ボウポイして、確実にね、止めつつ、大体ライトニングでしたね。なんで、ダクネとマスケを両方同時に出さないようにさえすれば、アドはね、取られないと思います。で、どっちかに、ここにライトニング打たれたら、今回ダクネが生きるよっていう感じですね。なんで、今回相手はライトニングなんですけど、言ったら、ファイボ枯渇であったり、ポイズン枯渇っていう感じの、中型スペル枯渇にはなりますね、今回のデッキは。よいしょ。これでスケラ打ってあげて、この間にね、エリゴレスケラしてる間に、この間に、ゴーレムを溶かせます。よいしょ。ああ、いいダクネ。でも、ここのダクネ対決勝ってほしいですね。で、ライトニングが、来るかもしれないんで、この間に溶かすんですけど、ダクネはね、出さないと。言った感じで、ワンチャン飛来しんと思ったけど、で、ファルチェトルネがちょっと厄介ですね。で、ダクネ出さないと言ったんですけど、防衛しないといけないので、出しつつ、もう一体ね、出しちゃえばいいかな。よいしょ。はい。で、ここは、ゴーレ溶かしつつ、タルババと、あと雪玉がちょっと強いですね。よいしょ。結局ね。で、あと最強の盾。エリコレで時間稼ぎして、勝利という感じで、結構ダクネプラスエリゴレの形がね、やっぱそれだけでも、エリゴレダクネの形だけでも、やっぱね、なかなか止めづらくて、そこにね、スケルトンラッシュを合わされると、ダクネを処理するっていうよりは、結構スケラをね、みんな対応するので、その間にね、ダクネが活躍して、ゴーレもね、溶かしてくれるといった感じで、マスケエリゴレの形よりは、結構ね、ダクネを、ダクネエリゴレの形にスケルトンラッシュを合わせていきたいですね。なんで、マスケは、そのエリゴレダクネスケラで攻めた相手の残り物がね、ベビドラとかそういうものが流れてくると思うんですけど、そういったね、残り物を処理するのにマスケットをね、できるだけ使っていきたいと思いますね。よいしょ。ねえ、ここは一回どうしようかな。これめっちゃむずいんだけど。ダクネってかマスケエリゴレだとなぜ良くないかって言いますと、結局マスケにね、ペッカとか、なんかその辺合わさられただけで、よいしょ。適当に後衛処理されてっていうのになっちゃう。それ、ダクネは、陸なんですけど、やっぱ、コウモリっていう対空カードが出るんで、後ろペッカだけとかメガナイトだけで踏まれても、結局ね、その、ダクネ死亡時に現れてるコウモリで、結構、相手のユニット溶かしてくれるんで、ね、マスケリゴレよりは、
まあ、ダクネリゴルですね。よいしょ。コーマスケットで防衛していきます。大体ペッカポイズン？あれ？これライトニング？あれ？ポイズンは僕だったっけ？やばいやばい。全然覚えてないや。まあでも、ここ雪玉とタルババと、まあ、スケがね、いい味出してますね。よいしょ。はい。こんな感じで防衛して、まあね、ここのマスク一回スルーですね。で、これに対して、てか、またね、コス溜まったら、後ろからダクネで、また端前エリゴレスケラーをすればいいかなと思います。あ、待って待って、ずれたずれたずれた。最悪これずれた。まあ、ずれたら、じゃあ逆でいいやっていうね。まあさすがにね、ダクネを捨てるのはもったいないので、ここでね、マスケル打っていきます。で、これ別にペッカ出されても、ダクネが結構ペッカとかすし、マスケラもね、十分なダメージを稼いでいくと。あ、ポイズンですね。ペッカランポイズンで、そう、これでね、普通に、よいしょ、ダクネがペッカ溶かして、この残り、いや、これやば。だってこのダクネにもうちょっとね、防止しないといけないので、相手は。で、まあ、マスケの前にタルババつけて、と思ったんですけど、つかなかったですね。こう一回逆サイいきます。ベビドラの前に多分、そう、ペッカ来ると思ったので、で、これはペッカを釣って、そのままね、よいしょ、美味しく防衛していきます。で、ラムライダーは、まあ、軽くスケとかでね、共用でいいかなと思います。まあ、スケで今防衛しようと思ったんですけど、歩いちゃいましたね。で、相手が、ダクネにポイズンを打ったら、スケルトンラッシュが止まんないよねっていう感じで、綺麗な形作りですね。こんな感じのね、形作りをね、イメージするといいかなと思います。で、またね、このデッキの、コストが平均 3.1 でめっちゃ回転早いんですよね。なんで、まあ、2周目の、エリゴレとかもよく回ってくるので、そこもね、相手はなかなか止めづらいといったところで、よいしょ。結構余裕ですね、マジで。これ海外の、シャケっていう人がいるんですけど、元プロ選手で、はい、HQ とかだったかな、はい、だったタロンとかだったんですけど、その人がね、作ったデッキです。あ、このマスキ型わかんないですけど、そのエリゴレスキラっていうもの自体を、開発したのがその人だと思います。で、このスパデスって人も、海外のね、ウエストの方のプロ選手で、なんか、毎回、1ヶ月で、グラチャで12勝100回やってた人ですね。1ヶ月で12勝100回ってやばくないですか？なんか普通に考えて、1ヶ月30日だとして、毎日やって、どんぐらいだろう。これ、ダクネ出したいですね、この後から。あ、ポイズ打っちゃうか。1ヶ月で100回なんで、1日3回ですからね、言ったら1日3回を、30日間。で、グラチャ12勝。よいしょ。化け物ですね。ここは、ダクネちょっちょ出しちゃいたいですね。マスケが残ってるんですけど、よいしょ。ここタルババで時間稼ぎして、ここ耐えたいですね。ここさえ耐えれれば、あとはなんとかなると思うんですけど、ダクネがこれまた厄介ですね。よいしょ。あ、このね、ダクネの追加はちょっとうまいですね。まあ、ここ止められないんで、まあ、1個してね、いきます。ダメージは、まあ、めっちゃ押されてるわけでもないので、しょっぱらね、ゴボリに対してマスケ展開したんですけど、まあ、マスケしかなかったんでね、マスケでしたね。あれでダクネで出してたら、ゴールもね、もっと早い段階で溶かすことができて、またね、流れが変わったんじゃないかなと思います。で、ここも、マスケに対して相手は絶対対応しないといけないので、まあ、無理にね、つけずに一回放置します。で、また後ろから形作って、まあ、繰り返しですね。もう一回これエリゴレスキャラするだけだと思いますね。相手はゴーレム出したいはずなんですけど、出せないので、そうですね。一回組んでくるかな。でも、スキャラ打っちゃいますね。よいしょ。もうこれするだけで相手はね、めっちゃ苦しいですね。で、まあ、カウンター防止用にしっかりポイズン打って、うん、ダクネもちょっと溶かしたいので、雪玉打っちゃいます。よいしょ。これだけで、相手のカウンターを阻止できますし、まあ、ダメージとしても、ま、十分かなと思います。はい。同じです。これするだけです、マジで。で、相手もこれまたゴレ絶対出してきますね。これがまたむずいですけど、まあ、打っちゃおうかな。打っちゃって、ポイズン打って、だ、もう一回、もう一回、スケラはね、打てると思います。なんで、よいしょ。ここで、頑張って耐えつつ、逆サイン一回プレッシャー与えときましょうか。一回耐えつつ、よいしょ。ちょっと怖いぐらい。これは、緊急避難でエリゴレで釣って、ここでスケラ打って、ダクプリ強用して、
遅延効果かけて1個落とせば勝ちだけど、落とせなくて、あー待って、ワンチャンワンチャン、あーあー、これはねちょっとね、やったかな、ちょっと右側1回多く攻めすぎたかもしれないんですけど、まあちょっと相手もね、さすが、まあ、プロ選手っていうのでね、ちょっと上手かったですね。まあでもこれは若干相性いいのかな、もうまあまあまあという感じで、まあダクネですね、エリゴネマスケの形が1回あったのが、まあ、やっぱ緩かったかもしれないですね。はい、というのでエリゴレダクネをしっかり意識しつつ、まああとはね、高回転なので、まあなんとか回していければいいかなと思います。相手のスペルでね、ダクネとマスケが一緒に処理されるっていうことだけは、気をつけていただきたいですね。ファイボに2体巻き込まれる、ポイズンに2体ともやられる、ライトニングで両方打たれてしまうっていうのはね、しっかり回避していただければ、結構ね刺さるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回はねこんな感じで終わりにしたいかなと思います。はい、ケンツとかドズさんとかとのねコラボ動画も撮ったのでね、ぜひね、そちらもね楽しみに、していてください。ということで、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。もともと鼻声っぽいんですけど、最近ちょっとまたね、鼻水がすごくて大変で、花粉かわかんないんですけど、寒くなってきたからかな。いろいろわかんないんですけど、ちょっとね、ちょっと、まあ体調にもね、気をつけつつやっていきたいなと思います。ということで、では、お疲れ様でした。バイバイ。